はい、ホットカンテスト結果発表。対象はこちらです。伊原夏実さん。この方に、こちらは京都の方ですね。京都のから応援されているので、優勝賞金といいますか、賞金の前にも。はい、ですね、3人で話しておりまして、非常に素晴らしい作品ばっかりだということで、はい、特別賞をもうぜひということで私がお願いします。はい、で4つほど決めていただいてますんで、はい、そうですよ。この方はですね、はい、ちょっと細かいんですが、まずですね、はい、文字が読みやすい、これ文字組みと言いますが、それをちゃんときちんとやってる。でポスターというのは整理整頓なので、まあ、そこが、まずベースとしてできているという上で、そのソレコンというものの全体のカラーを決めるときに非常にこのインパクトがあると思うんですね。これを見たら、この色を見たら、ソレコンだ。だから皆さん今スマホでこう小さい画面で見ますので、その時で小さくしても、インパクトは残っているという、そういうところがやっぱり、いいなと思いまして、来週に選びました。さて特別賞、はい、特別賞です、はい、これだと思います。ケンケンが出てくる4つあります。はいはい、これ水野さんからじゃあ、はい、私見るのです。ありがとうございます。一緒に飛行機乗ってきたので、ね、ずっと一緒にいたんですけど、はい、すいません。はい、あ、そうです、4つです。はい、まずは、はい、エントリーナンバーエントリーナンバー、11番。じゃあ、おー、これはどんなコンセプトで作られたんですか？これはポスター作らなきゃと思ったら飛び目に出てきました。見た子見た子。違う、この目が僕に対して何考えてるかわからない感じがあるんで、それでやっぱいいな。若い方が見たときに、これ、あ、なんだこれっていう引きがあるんじゃないかなと。それで、それぞれっていう部品をみんなに若い方に知ってもらえればいいんですけど、まあ、あ、どうもしよう。どうもごめんなさい。続きまして、これは確か、エントリーナンバー5番。そうですね、5番。土佐さん、結構これ、おしゃれ。はい、この方、いわゆるキャッチというものね、このキャッチを、この方も作ってますが、一番、それをメインとして、作られてる、それすげえというね、言葉は今、ツイッターなんかでもね、言葉の時代ですから、こういう言葉があると、やはりいいんじゃないかと思いまして、選びました。あれですよね、それよりも結構マニアックなやつですね。そうですね。ついちゃってるやつ。なかなかいいセンサーになってますね。はい。で、続きまして、あと2作品。エントリーナンバー6番。こちら、卵の。堀江ひろしさんですか？まさるさんです。はい、番号4番。あ、これ俺だ。あれですね、本当に、パッと見だけですね。パッと見だけでこれ、ソレコンという文字がなくても、なんか、なんだこれっていう感じで食いつくんじゃないかなと。それでちょっといいなと思いました。おめでとうございます。おめでとうございます。で、最後、特別賞最後なんですけど、エントリーナンバー4番。はい、努力賞っていうのは、もう、よくね、いいと思う。はい、ね、
コンピューター壊れたのによく手書きでね応募していただいた、それを私が一押しにしまして、作品の質量は別の話です。強く伺いまして、これちょっとやりましたので、どうぞお許しください。でも目を引きますね。タワレコのコップみたいな感じ。意外と。ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。